ある日私は、は、石坂洋二郎の小説作品。1958年から1959年に、雑誌、若い女性に連載された。あと、映画化、テレビドラマ化もなされた。ドラマ版では、ゆり子が夏休みで、石川県、加賀地方の温泉町にある実家に帰るところから、始まり、物語は、ゆり子が経験する、幼い頃からの憧れの恋愛。 結婚願望の恋愛、母性愛の恋愛、母と子の二代にわたる恋愛のほか、ユリコとか、おりとの姉妹愛、香里とヨシとの恋愛など様々な恋愛を明るく描いている。日本テレビの月曜二重字枠として1967年10月23日から1968年4月29日まで放送された全28回。提供スポンサーは、明治乳業一社。 この回は、同じ日本テレビの午後11時とのコラボレーションで制作され、ゆりこ、なつこ、みえの3人がアルバイトで、イレブンガールとして出演するというストーリー。大橋巨泉、浅岡ゆき小島いさおが実名で、太宰久ひが、プロデューサー、酒役、五代目、三遊テーマ科学が、放送作家、天かす役でゲスト出演している。ABC、 昭和の名作ドラマ復活。主演の松原千恵子。大切な作品。スポーツ日本。2015年10月25日閲覧。テレビドラマデータベース。娘たちは今このことは読売新聞も記事として取り上げられた。ありがとうございます。